皆様こんにちは。こんにちは。時は2015年5月18日、はい。本日モンストでですね、もういきなり募集からいっちゃいますけど、おなんていうんですかこれ、とどろく。それね、これが来た時もいろいろありました。うごめく。いや、それもなんか違った気がすんな。なんかそんな感じ。教えてください、コメント欄で。そんな感じです。このガイアさんが来ております。高橋さん募集しましょう。はい。でですね、このガイア、実は私たちが今ですね、このマックス村井チャンネル、なんとモンストの動画今見たら501本上がってます。多い。501本動画上がってるんですけど、1,2,3,4,5,6 7本目の動画です、このガイア。7本目ですね。でそれ以降ガイア来てないんじゃないか説。なんかね、来てない気がするんですよ。1年以上と思いますよ。なんか最近になってそのガイアとか、この前青龍も来てたんですよ。青龍来てた。青龍来てましたよね。青龍来てた、びっくりした私。あれ青龍だと思って、うん、青龍ってこんなイベントクエストになってんのと思って結構言った。すげえ懐かしいんですよ。ちなみにですね、1本目は初めてのモンスターストライクっていうタイトルで私が適当にわーってやってて、2本目が北斗残影。それがあれなんじゃないですか。これなんすか。それがあれなんじゃないですか。ちょっと調べましょうか。ちなみに3本目が初めての進化はモンストレッド、素材は曜日ダンジョンでっつって素材集めてて、4本目が亀クエ、5個目が金曜日の亀クエ、あゴールド稼ごうっつって、その後マースで北斗残影玄武だ。玄武、北斗残影玄武だ。玄武、玄武、はあ。いや、初めてのモンスターストライク、北斗残影、進化、経験値でカメクエ、金のカメクエ、マース、ガイア。ガイアなんですよ。ガイア。で、そのガイアの動画結構すごくてですね、ほうほうほう、あれなんですよ。何？そもそもタイトルからすごくて、何コンで勝てるかみたいな話をしてるんですよ。さて皆さん、今日も張り切ってモンストー行ってみましょう。待ってこい。今日はですね、トドロク大地という貴族性のなんかモンスターが来ているので、はい、これに行ってみませんか。よし。じゃあマルチで極みでいいんだな。極みで。ちょっと待って。はい。始まるか。はい。あ、そっか、私からになるんだな。そうです。よし、じゃあ行くぞ。はい。こんなもんで。おお。うわ、さすが極みやな。なんか全然雑魚モンスターですら相当強いぞ。確かに。そうか。ハートまだ取らんといてね。はい、育てようね、ハートをね。はい、育てましょう。うわー、取っちゃった。まあいい、まあいいんじゃない、1個だったら。おーい。取っちゃった。うまいよ、まみると。かますぞ。はい。弱点も何もないけど、次で死ぬから大丈夫。いけ、ストライクショット、かませ。おお、すごい。結構削った。で、何、あ、近づきすぎたんですね。みんな近いから。まだ2とかじゃなかった。え、まだ 2? 倒しに行こう。倒しに行きましょう。倒しに行こう。一回倒そう。はい、お願いします。せや、ああ。私たちは今難攻で極みを攻略できるのかはてなっていうタイトル。じゃあ高橋君来ちゃって行きましょうか。ちなみにですね、私その時のガイアに挑んだのと同じメンバーで行きます。あ、マジっすか。僕もそれが良かった。でも持ってないんだ。ちょ、強えな。そんなん絶対勝てるやん。いや、だって勝ちましょう。だって何コンとかしてた話なんだから。スタート。私はですね、その1年半前、約1年半前にこの同じガイアの極みに対してですね、アーサーとヤディアで挑んでるんですよ。なぜヤディアを連れてったんですかね。ヤディアなんて私スタート時点で相当強いと思ってたよ。まあまあ回復とかですからね。どうですかこの固定砲台あるまじき。素晴らしい。大丈夫ですよ。まず聞いてください。僕エヴァこの前終わる時、持てる全てを使ったんですよ。全てって言っても10個ぐらいしかなかった。2回なんですけど、1回目あいつ出ました。誰。アイスマン。つら。それでも心が折れて、つら。ああと思って、アイスマン出た。それはつらいな今ね。だからすごいね、こいつに対する恨みが半端なくて、やっちまえ、ただ勝てないっていう。ちなみに昔のというか最近もそうかもしれないけど、あれなんですよね。時間ですか。
ボスの色じゃない色のザコモンスターすっげーたくさん出てきてたよね最初、うん、そうですね、反対とか出てきますから、だから入った瞬間にさ、あれ別のダンジョン入ったみたいな木のダンジョンじゃなかったっけ、水みたいな、あります、これだってそうですからね、ねえ、まあ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 、まあ、結構痛いぞ、結構痛くないですか、結構痛いぞ、ただわた、アーサーが貫いてやる、僕は両方木ですからね、全然いけねえちょっと意外と硬い、さすがガチャで出るだけあるなあいつそういうこと言うのやめてください、あやべ、話した、全然強え、超怒ってやべ、またアーサーの番来ちゃった、ちょっとできるだけ下にいたいんですよ、よっよっよっ、はい、ありがとうございます、ニート、まあ、およそ大丈夫です、強え、2ターン連続ニート、いや私懐かしい、1年半前モンスト始めたばっかりの頃、うん、ヤディア結構初期ぐらいで出てさ、やべえヤディア超かわいいって思った、その次に進化させたわけですよ、そしたらなんか変なサメみたいなこのやつ乗ってさえ進化前の方がかわいいしとか思って、そうですね、進化させなきゃよかったみたいな感じで結構ね、あります、怒っていた記憶があります、あります、僕たち聞いた記憶があります、うん、てかちょっとこれガイアだよね、また水？また水です。全員水？水。この僕の火2体が痛い。うん、痛い。で、アーサーここに痛い。よし。アーサーに当てて。そうですね。あの時代最強と言われていたアーサーに当てて。あの時代最強と言われていた。あの時代最強と言われていたアーサーに当てて。気づけばな。同じワンウェイであのノンノが出たあたりからアーサーの人生繰り合い始めたねあれタスカンの時のアーサータスを結構振った後のアーサーよりもなんかただの極みのノンノの方が強くないみたいな、 あのあたりからねアーサーさんはねちょっとね立場がなくなっていったんですよそんなことはないと思いますけどね、大丈夫、大丈夫ですよ、全然依然も強い、うん、全然強いんですよ、依然全然強いですよ、ノンノが強いね、そろそろちょっとハート取りたいね、気持ちとしては、そうですね、ただ横感しかしない、大丈夫です、大丈夫です、結構ね、ビゼラーとフェンリルとかにも同じことが言えるんですよ、あビゼラーとフェンリルは誰に取って代わられたの、いや、あのビゼラーがフェンリルにみたいな、あ、なるほど、でもステータスっていうのは素手はビゼラでもなんかそう感じれないシーンがたまたま 時々あるよね、そうですアビリティだと全然ねフェンリルの方があのアンチワープアンチダメージボールなのでガッチリなんですよ、今飛ばし方は完全に間違えたな友情コンボがこう押し出されて出るということに対して完全に間違えたな今一応ヤリア爆発なんで一応ちょっとお願いします、爆発か、はい、でも爆発だけどサンキュー、はい、勝てんのこれガイアに、いや勝てんじゃないですか、結構やばくないなんか我々やっと来たよ、やっと高橋くんがそれ持ってきた意味が出てき たまたたまるだろ、いっちゃえ、うお中ボスだけど関係ない、覚悟は良くてストライクショット、いやあのさ待って、何にこれどれぐらい出たの今、50もっといったのかな、せいぜい5、60だよでもせいぜい下手したら友情コンボの方が強いんじゃないのみたいな話ありますよ、弱点のゲーボールでしたら、あやべえ、これで50なんか出ちゃった、お前アーサーさんに謝れよアーサーさん、アーサーさんに謝れよ、アーサーさんはその汎用性の高さガイアとか見んの超久しぶりですよこれてか何なんこいつなんなんこいつ、何なんこいつそれすごいことおっしゃいますね、なんなんこいつあ、落ちたのか、なんか落ちたぞ、このガイアはさ、イベントクエスト級の扱いをやべっつえ、受けた、いや、そういうやつです、イベントクエスト級の扱いを受けてはいますけれども、なんですか、いや、まあいいや、なんでもない、ボス来るかな、いやーアーサーいつ神化するのかなそろそろ今月ハーレー、半年以内に神化してほしいな、
2周年モンストの2周年でカニ化しないかな。一大イベントですねそれは。イヤディアのストライクショット触れた仲間を特大回復ですよ。今ちょっとやってみましょう。どれぐらい回復する。いやもうちょっとダメージ食らってる時にやろうよせめて。確かに僕の記憶だとそんな回復しない。しないですあの下手したらねあのマーリン友情コンボの方がいいんじゃないか説すらある。でもそれちょっと確かめてみましょう今日。うん、ね、合ってる確かめ。確かめてみましょうよ。すげえし。すげえよ。いい。勘違いしないでよ。何今あいつがそんなこと言った？あれあれあれ嘘嘘嘘嘘嘘嘘。いや完璧な説。あ。そんな気なかったのに。よし私が倒しましょう。微妙にかすりながら倒そうと思ってたのに。かすりもしながら。うん。こんなに回復しちゃったらさヤディア使うシーンないやん。ダメージ受けましょうかわざと。でもちょっとスピクリしたいよね。ええおいガイアお前もっと輝けよ。そんな連絡みたいなこと言うのやめてくださいませんか。輝けて言っているガイアお前もっとやばいお前。どうしたもうダメージ全然食らわねえ。頼むよ。しかもバトル1バトル2の水の方が辛かったぞこれ。確かにお前そんなんだからよしよしよしシールドが守ってくれたの。いいぞいいぞいいぞいいダメージナイスダメージ。そしたらちょっとザコを倒していこう。うんそうしよう。で横に2、3発当てても倒しちゃうと思うのでこのガイアの柔らかさで、モンキー君もあでもこれ次アジアさんあの僕のイザナミの友情コンボ使えばあれですよ奴が倒せます。アーサーからのでいいですか。わかりました。これ当たるよねこの角度。アーサーには当たります。アーサーかつアーサーとイザナミにも当たるよね。いきます。1年半ぶりヤディア。アーサーと声一緒だし。あれフランスさんめっちゃ回復した。あ、ハート取ったの。取ってないですよね。取ったけどどんぐらい回復した。え、めっちゃ回復した。すげえ回復しましたよ。なんかあれこんなん回復した。あれなんかおかしい気がする。もしかして性能ちょっと上がってる。性能上がったんですかね。ヤディア、しかもねあのストライクショットがねアーサーと一緒だった。覚悟は良くてっつってストライクショット言った。ヤディア、ヤディア、マジでお前いつかいつ、いつの間にアーサーここにいます。はい、そうしたらイザナミよっ、うがてキャー。アーサー当たんなかった。アーサー当たんなかった。さあスピクリしよう。あ、私の番か。やっぱり記念にアーサーで。そうですね。やばい、この記念にアーサーでって言った時にあの友情コンボで大丈夫だ。大丈夫です、はい、よーし、じゃあ記念やった。1年半ぶりにガイアが叫んだよ。しかもスピグリですよ。てか私当時と同じモンスターですから。僕が緑川さんでマミルトンさんが何使ってた。なんか選択の時はレッド、モンストレッドとかだった気がするけど。ああ。本番でも使ってた。あの当時モンストレッドとかすごい強かったよ。強かった、超強かったよ。強かったです、強かったです。だってストライクショットあれですもん、爆発じゃないですか。SS モンストイエローもめっちゃ強かったよ。イエローって誰でしたっけ。あ、イエローはあの亀食いですごい使えるやつでしたよ。貫通の妖精キラーなんじゃないですかあれ。使ってた人多かったよモンストイエロー。解雇中ですけどね。なんか解雇中、懐かしいですね。懐かしいですね。こんなこと言ったら僕だって緑川さん使ってましたよ。すごいよ。ちなみに緑川さんもいいよね。うん、いいよね。1,2,3,4,5,6,7,8,9 このガイア、1年半前ぐらいに上げたこのガイアの動画の次に獣神祭7本勝負ってやってるんです。おお。その次に白虎で、その次記念すべき10本目の動画がですね、マーリン進化って書いてありますよ。レア技を使ってるんだ。その後バーニングスカイに挑戦してますよ。エールソレイヤ、いやー歴史ありだな。
時が流れるな。あ、この前グナイゼナウ、何でしたっけあの名前、ロートアイゼン、グナイゼナウがキャラ名でしたっけ。それもすげえ久しぶりだなと思った。何それ。わかんない、ちょっとわかんない。皆さん、モンストの動画も500本を超えたということでね、ぜひともちょっとご覧いただければと思います。本当にいろんなことが過去ありました。いろんな動画が、だって私ほら20本目ぐらいにさ、30本目ぐらいかな、エタニティに挑んでますよ。エタニティ、あ、50本目ぐらいか、エタニティ、エタニティ約50本目ぐらいで、わし、エタニティとかさ、遅延持ちじゃないですか。違う、3ターン無敵だっけ。無敵。もうあの当時ね、私某パズドラでやっぱりエキドナの威嚇って最強でしたから、モンストにおいてもこのエタニティ最強キャラに違いない、ないみたいな感じですげえみんなで盛り上がりながらやったんだよ、ね、だって無敵ですからね、うん、無敵ですよ。あの時もエタニティしかないだろうぐらいで言ったのにさ、みんななんかそのエタニティに対してあの涼しい感じ、どうかと思いましたよ私は。皆様のそのなんかちょっと上からなリアクション、えみたいな、なんかエタニティってなんか、え、使いどころなんかないじゃんみたいな、かわいいな。絵もちっちゃいんですよ。ちっちゃいちっちゃいちっちゃい。私いまだにこの時撮ったエタニティいますよ。いますか。え、いますよ。超持ってますよ。すげえ。いやでも今日はそんな感じでございます。そうですね。ほんと久しぶりに見かけたんで。懐かしいですよ、ガイア。ガイア行ってみました。以上、さよなら。戻した。あ、それも入れたぞ。あざっす。嬉しいなぁ。3になってるもん。あざっす。ちゃっかりあざっす。この子です。エタニティちゃん。エタニティシールド。触れた仲間全員を一旦無敵にする。強っ。もうレベル39じゃないですか。うん、あれだっす。ロボットキラーですね。ちゃっかりあざっす。貫通で。この子ですね。進化で、うん、受信力いらないんですよ。そうですね、うんうん、だから結構容易に誰でも進化ができちゃう系、うんうん、でエターナルシールド、このセーブ・ザ・エターナルって名前変わるじゃないですか、はい、もしかしたら一旦じゃなくなるの。確か1個増えて2になるんじゃなかったですか。すんげえ強くないそれ。どうなんでしょうね。めっちゃ強いぜこのスキル。育てたい。あと数時間ですからね、このクエストも。行くぞ。いいか。はい。でれれれれれ。じゃん。でんでん。福岡から東京まで 1000km、桃鉄を使って車で東京に帰ろう。イエーイ。ワルチ。皆さん切れてんすか。爪痕残すの分かってますか。そうだ、爪痕。おお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 お。最後の最後にあんなな感動があるなんて思わなかった。思ってなかったですね。またこういう旅はいつかはいいかもね。いつかはいいかもね。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックスムライブではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますので、そちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。